今回はイラストに関するスレを2本紹介します。1本目は2019年8月に建てられたスレです。お絵描き本気でリオレイヤー描いたから評価してくれ。絵師名乗っていいか？名乗っていいで、かわいい。今回は結構練習して何体か描いたにゃ。横向きの練習もしたにゃで、針忘れた。ドスランポスや、躍動感はある。これ好き。ギャグ漫画目指してんの？普通に草生えたわ。エジプトの壁画みたい。めっちゃいいやん。なんでみんなびっくり顔なんや。なんかじわじわ腐っとるわ生えた。オリジナル超えてて草。ありがとやで練習の成果見てってくれや。これはネルギガンテや。草、素晴らしい躍動感。全力疾走してて草。躍動感ほんま草。全面たらこ唇に見えるわ。なんで全部正面向いてんねん。横向きはドスランポスで無理だと悟ったんや。もっと練習やで。まるで正面なら勝ててるような言い方はやめろ。他にはないんか？もっと見たい。次はラージャンや。色塗るときにいじる場所ちょっと理解してきたで。草、腕の躍動感半端ねえな。鼻の描き方センスの塊やろ。腹筋はポリシーなんか？大物になりそうや。特徴捉えてていいと思う。ディアブロスや。天才や。結構好き。みんな胸筋腹筋あって草。どいつもこいつも筋肉ムキムキで草。次にバサルモス。腹だるんだるんで草。顔の引き出し少なすぎて草。こいつ躍動感の表現だけは無駄にうまいな。絶対真面目に描いたらうまいやろお前。ワイは本気やで。もらったアドバイスの通り横向き、丁寧に描くこと、はみ出さないように塗ることを心がけたにゃ。上達しとるで。ゲロスやで。草、草。かわよ。全部ほのぼのしてて草。その集大成が人王画や。これはかなりの自信作や。いい、こういうのじゃないんだよ。ワイは好きやで。躍動感たっぷりのリオレウス。これ一番好き。森岡のくっそ狭いところ全力疾走してくるのがすごいわかる。背景の塗りが味のある感じで草生える。最後にイアンクック。これでワイが持ってるの全部や。イッチは才能あるで。好き、ルーカは。ウルトラ怪獣のようなケレン味がある。火球吐きながら走り回るシーン思い出した。これで最近練習した分全部や。おっさんでも頑張れば上達するんや。ダモトとしたもんだで。お前さん絶対うまいだろ。なんでこんなに一貫しておもろい絵が描けるねん。こういう絵って一定の需要あるよな。ワイはめっちゃ好き。ありがとやで精進するで。ガノトトス練習しとくわ。腹筋割れてんの草。なんか特徴ない普通にうまい絵描くより一気の方がええと思う。以上です。2本目は2019年8月に建てられたスレです。本気でディアブロス描いたから評価してくれ。絵師名乗っていいか？さすがに草。いいんじゃない。ワイよりうまい。かわよ。尻尾の再現性高いな。ディアの角の生え方どうなってんねん。やんと口の長い牙描いてるのポイント高い。飛び立つ寸前やな迫力あるで。今日は色塗りの練習したにゃレイヤーってのもマスターしたで。グラビモスも描いたにゃ。同じポーズなの草。背景なんか寂しいな。矢印でや、太陽っぽくも描いたろ。ワイかな。何描いてるかわかるからうまいで。ほんまはうまいやつがわざと下手に描いてるやつやろこれ。昨日描いたリオレウスや。謎の疾走感。草。この躍動感は評価できる。場所のチョイスで草生える。ちゃんと森岡の球ってのが。謎の胸筋へのこだわり。その前のゲヨスや。着実に上達しとるで。癒し、鳥かな。なんとなく恐竜は鳥に進化したっていうのを思い出したわ。草。これが初日のイアンクックや。顔全部同じやんけ。なんで全員フット岩尾みたいな顔なん？夜中だからめっちゃおもろいわ。なんか好き。これフリーか？好きに使ってええで。Y の上達はとどまるところを知らんから1ヶ月後には見違えとるはずや。サンバス、ツイッターのアイコンにするわ。ええな、マジでセンスあると思った。LINE のアイコンにさせてもらったぜ。お前は伸びる男や。絵本描けそう。ありがとやで精進するで。じゃあ明日はティガレックスな。ガノトトスが見たい。フルフルだけは描くのうまそう。定期的にスレ立ててくれ。誰もどうやって描いたかとか聞かないのくさ。少なくともテンプレじゃない時点で好感が持てる。チルニトラかな？騎士官の正体分かったわ。チルニトラは絶対ナンジェイ覗いてるからな。味があるね。こんなんで大爆笑してしまったわ。ワイがおかしいんかな。なんか見てて元気が出る絵やな。サンキューイッチ。シリーズ化しろ。ナンジェイ公認モンハン絵師。これもう新作のパッケージイラスト決定やろ。以上です。2本目は2022年5月に建てられたスレです。なんか女描いても可愛くならないわ。なんかおかしくなる。すまん。なんとかならんわ。悲しい。ブルーアーカイブのキャラ？チェンソーマン。せやで。改善しようにもどう改善したらいいかわからん。まず線を一本にしたらどうや。こんなぐちゃぐちゃの下書きじゃどうにもならんわさ。確かにせやな。こいつみたいに具体的な改善点欲しいわ。考えながらの模写に次ぐ考えながらの模写やで。さ、これは思考の結晶。でも実際、あ、スーツカッコブレザーってこの角度やとこうなるんや。顔と首は位置がずれるんやなとか発見があったわ。そう言われると襟周りだけ形ちゃんとしててわろた。全体の印象と比較してブレザーはようかけとる。何を見て描いたらこんなんなるん。チェンソーマンみたいな絵柄描きたいならチェンソーマンのコマの模写しまくれ。模写って思んなくないか。時間もないさっさと上達したいなんて怠け者なんだからそれくらいやれ。面白いことだけやって成功するなら人間苦労しないよね。すまん。でもつまんないことはできないんや。じゃあ諦めろ。
手力を上げたいなら模写は必要不可欠だぞ。なんか模写模写言うてるやつおるけど具体的に何の模写や。そら好きなイラストよ。好きなのでええんか。描くのがアニメ調のイラストなら結局それが近道や。実写のメリットはグラディアとか構図のバリエーションが豊富やからそこから拾えることやね。まず線を長いストロークで描けるようになるとこからやな。貧困古事記で無能の祭り M が映ってて草。これでもお絵描き歴は結構長い方や。エグすぎやろ、くっそうまいやん。この絵見たことあるけど本人か？なんじにはたまに貼るけど、この絵貼ったことあったやろうか？うまい絵は見たらなかなか忘れんからな。確かワイが見た時はやっとこは描いてなかった気がするが。確かに最初オーラフでは尺やったのを変えたわ。どこでかわからんけど覚えてくれてて3月。全対象機能とか知っとる？普段は使わんけどこの絵は対象機能の練習用に変えたやつやね。クリスタの機能は勉強中や。たまには使うのもありなんやな。わいろんな機能使うの苦手やから憧れる。正面顔とか左右対称のものを描くときには便利やね。顔は左右対称すると不自然とか不気味になったりするけど。わい少しずでフォロワー3万人おるけど模写はほとんどしてこなかったわ。模写が嫌ならとりあえず前座と塗りをしっかりやって駅前の絵を完成させるとこから。やってみるといいで。稼げる？スケブで健全絵しか描いてないからせいぜいお小遣い程度やな。そっちは土台がしっかりしてないとあんま意味ないからやめといた方がいいぞ。まず土台ってなんや。正確に線が引けるかとか絵を描く上でちゃんと物が見れてるからどうかってところやな。線引くのむずいの？どこが変なのか自分で分かってんならそこを聞く位置直してくのが早いの。線がぐちゃぐちゃなこと以外わからん。線以外で言うと首が長いとか左右で目の形が違うとかやな。ワイシャツの襟が立体的なのはええと思うぞ。確かに首長いんも首長いのスタイル良さげで好きだから少し意識してるん。矢が長くなりすぎちゃうとかよくあるわ。目は左右対称に描けないどうすればいいかわからん。可動式フィギュアとかを撮影して枠線だけトレスするだけでなんかちょっと上手くなるで。4年描いててこれなん？最初3年はほとんど描いてない。ここ1年で描き始めた。まあならこんなもんか。首から下が描けない病気ってどうやって治したらええの？人体の構造を理解する本とか勧められたけどむずそうで読みたくない。Y は 3D、ロゲをいじくり回してたらこれの資料になるんじゃね？ってなってそっから描けるようになったで。首から下の資料がないだけやと思う。読まんと無理。そっかの美術解剖学ノートがおすすめ。リッチの絵模写してみたんやが。紙を広く使え。確かにな、スマホのアプリでピクシブの絵ばっかり模写してて大きさって概念に。気づかなかったわ3月、そうすれば鉛筆でも目が細かく描けるな。黒と黄色のスケッチブック映像。細長のやつなら持ち運びもしやすい。ちなみに上手い人のタイムプラス見るとマネキンで当たりつけてから描いたりしてるけど、自由にマネキン描けること自体が高等技術やからお手軽テクニックと勘違いしたらあかんで。クリスタとか 3D マネキンあるから使えばええやん。Y は 3D 使わん派やから使う派の人の感覚はわからんな。ほんまに便利なんやろか。Y の模写は？かわよ。センスあるよ。アスちゃんの作者の絵って模写したくなるよな。うまいやんけ。模写かよ。元絵がうまいだけやん。かわよ。1枚描き上げるのに2ヶ月くらいかかるんやけどやっぱおかしいか？仕事終わりに1日1時間、休日はほぼ書く時間ない。1月くらいで最初のモチベがどんどん落ちてくのを感じるわ。まずは1枚うまい絵が描けたら、そのクロッキーをやるんや。モチベは毎日5分くらいでいいから時間を増やす。最初はガチできついが慣れると快感に変わる。背のうまい絵がないんですがそれは、だいたいモチベなくなって無理やり完成ってことにするパターン。だいたい一人で背景もないみたいなもんなんだよな。姿勢というかポーズは難しいの選んで時間かかってるかな。一日かけて一枚描いてみ。それがダメなら一週間や。その一枚を大切にするんやで。おかしくない。構図背景キャラの服装が複雑だったり人数多いとそんくらい余裕でかかる。こういうスレって男キャラの絵ほとんどないよな。美少女ばっか。男キャラだと伸ばさないお前らが悪い。Y の渾身のガッツ見せたろか？ベルセルクの？言うてもお前ら男キャラだと見向きせんやん。5チャンネルにあげるには可愛さがないといかんのじゃわ。そんなことないけど。かっこいい男キャラってあんま需要ないの？野郎どもが多い5チャンネルではないねしょぼーん。逆にちょっと可愛い絵であれば落書き機能でも反応があるかっこときもある。模写がむずいならトレスや。トレスってなんやねん。罪のおっさんがやってたやつや。以上です。皆さんはどんなイラストを描きますか？